さあスタートです。ゲートが開いて14頭見事なスタートを切りました。おっとハシローディ黄色の帽子、ハシローディが行こうとしておりますが、ずっと内から赤い帽子も行きました。外から行ったのはホースメンワイルド、押し押して未来騎手ホースメンワイルドが一気にこの辺りで先頭に立ちました。マサヒコボーイが今日は早めに行って3番手でありますが、2番手にシンブラウン、ハシローディ黄色の帽子外を通って3番手、それから桜ハイデンが4番手に上がりました。そして赤い帽子は北山椿の方、絶景番号3番、それから4番の方がマサヒコボーイでありますが、その外へ千代の勝ちと黄色の帽子、14番エリモローラは今日は後ろの方、ちょっと後ろの方、2番の山のテスコが続きました。そしてその外へ大和ストリーム、鉄拳番号10番、それから11番が競泳アセントであります、まだ後ろの方にいます。9番鈴鹿小判、圧倒的な人気鈴鹿小判はここにいました。それからその後ろにまだ2頭ほどいますが、1番の岬ネバーと5番の能登ダイバーです。これで14頭。さあ1周目のホームストレッチに入ってまいります。おそらく監視9番は鈴鹿5番、これも関西の期待馬です。それから雅彦ボーイがいました。そして競泳アセントのトダイバー、さあ14頭が固まってまいりました。ゴールまであと 1000m だ。千代の勝ちの黄色の帽子が上がっていきますが、先頭は依然としてホースメン、ホースメンワイルドがうまくため逃げしています。ホースメンワイルド先頭、2番手にはゼッケン番号10番ヤマトストリーム、ヤマトストリーム、その外へシンブラウン、この3頭は後続馬をちょっと離した、この3頭は後続馬を離した。シンブラウンが外から先頭に上がるか、2番のヤマノテスコが上がってきた。ヤマノテスコと黄色の帽子はもう一度ハシローディであります。もう一度ハシローディ外から伸びる、この辺りでシンブラウンが先頭に立った。弾き出されるようにシンブラウン先頭、ヤマノテスコ黒い帽子、さあ鈴鹿小判来た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 、外から来る緑の帽子が鈴鹿小判、この辺りでシンブラウン、エリモローラも差を詰めた。おっと鈴鹿小判一番外へ行った。山のテスコ、安田騎士の文字が飛んだ。さあシンブラウン先頭だ、山のテスコ来た、外から外からエリモローラ、さあシンブラウン懸命逃げるが、この辺りでかわして山のテスコか、山のテスコ2番手か、先頭はシンブラウン、